皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆきです。最近ですね、視聴者の皆さんからおすすめのサウンドバー教えてとか、2万円台のサウンドバーでも音質って変わるのっていうサウンドバーに関する質問結構来てて、以前よりもサウンドバーの需要が高まっている印象を受けるんですよね。まあ、確かに最近のハイエンドモデルを除いたエントリーモデルとかコスパモデルとかって、音響面は最低限でコストを抑えつつ、テレビの肝である画質や万人受けするようにネット動画なんかの便利機能を優先的に伸ばしている気がしますね。そういった中、せっかく大型サイズのテレビを買ったのに音に迫力がなくて残念なんてユーザーさんが結構急増してるみたいなんです。というわけでですね、今回はテレビを購入したばかりでそこまで高いサウンドバーは購入できないけど、比較的お手頃でコスパのいいサウンドバーが欲しいって方に向けて、3万円未満で購入できるサウンドバーの中で僕が思うコスパ最強サウンドバーを全部で3つ紹介していこうと思います。テレビ買ったばかりだけど、テレビ単体の音質に満足できていない、迫力のある音で映画やアニメを鑑賞したいって方にはめちゃくちゃ参考になる動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、僕が思うコスパ最強サウンドバーを3つ紹介していきましょう。まず1つ目のコスパ最強サウンドバーはこちら、ヤマハの SR-B20A です。価格 .com での評価は星 4.28、 価格は 18,800円からとなっています。サイズは幅 910mm、 高さ 53mm、 奥行き 131mm、 チャンネル数は 5.1 チャンネル、実用最大出力はフロントスピーカーは 60W、 サブウーファーが 60W の合計 120W、 HDMI 端子に関しては ARC に対応した出力端子は搭載していますが、入力端子は非搭載、 4K HDR パスルーについても非対応となっています。この SR-B20A のおすすめポイントの一つ目が、バーチャルサラウンド技術が採用されている点です。本機には DTS バーチャル X というバーチャルサラウンド技術が搭載されていて、まるでホームシアターシステムのような立体音響を再現してくれるんです。これにより映像と音声の一体感が向上し、前後左右の広がりに加えて上から包み込まれるような音を感じることができ、映画や音楽の世界への没入感がさらに高まると、実際に使っているユーザーからもかなり人気が高い機能なんですよね。いや、この価格帯でバーチャル 3D サラウンドに対応しているのは本当にすごいと思います。続いてのおすすめポイントは、スマホ連携機能が充実している点です。本機には映像のシーンに応じてサウンドモードを映画モードやゲームモード、人の喋っている声をより強調してくれるクリアボイスなど、様々なモードに切り替えることができるんですが、サウンドバーって本体で今どんなモードになってるのか一目で見てわかるかって言われるとそうじゃないんですよね。実際に僕も BOSE のサウンドバーを使っていますが、結構わかりづらいです。ただ本機ではサウンドバーリモートっていうアプリをダウンロードすれば、スマホやタブレットから入力切り替えからサウンド設定、ボリュームの調整などを直感的に操作することが可能というわけです。これ本当便利だと思います。 SR-B20A のおすすめポイントの3つ目が、安価なのに ARC に対応した HDMI 出力を搭載している点です。通常テレビの音声をサウンドバーに出力するためには、テレビの HDMI 入力端子とサウンドバーの HDMI 出力端子を HDMI ケーブルで接続してあげれば大丈夫です。ただし HDMI ケーブルで接続する場合には、テレビ側、サウンドバー側がともに ARC もしくは EARC というものに対応している必要があります。この ARC に対応していることによって、テレビの電源をつけるとサウンドバーの電源もつく、テレビの電源を切ればサウンドバーの電源も切れるといったように連動するようになりますし、テレビのリモコンでサウンドバーの操作ができるようにもなります。もしテレビ側が ARC に対応していない場合は、光デジタルケーブルで接続することになりますが、その場合は当然テレビとの連携がうまくいかないので、少し使いづらくなってしまうんですよね。その点本機では、まあ、低価格ながら ARC 対応の HDMI 出力端子を搭載しているので、まあ、同じく ARC 対応もしくは EARC 対応のテレビをお持ちの方にも安心して使えるサウンドバーと言えるでしょう。ただですね、まあ、こちら HDMI 出力端子とは別に HDMI 入力端子というものが搭載されていないんですよね。この HDMI 入力端子が搭載されていないと、プレイステーション5やブルーレイレコーダーなんかの AV 機器の純粋な音声をサウンドバーで出力するための接続方式、まあ絵で言うとこんな接続方式なんですが、このような接続方式が取れなくなってしまうんですよね。つまり本機では HDMI 入力端子が非搭載かつ 4K HDR パススルーには非対応なので、このような接続方式を取らざるを得ないため、
まあ AV 機器から出力される音声が多少劣化してしまうんです。まあエントリーモデルなので、まあここら辺の機能が搭載されていないのは致し方ないとは思いますが、逆に PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなんかの AV 機器の接続を考えていない方には、あまり気にしなくていいポイントかもしれませんね。価格 .com や Amazon なんかでの口コミではやはり、この価格帯にしては音質も良く、3D サラウンドもそこそこ聞いていて満足という声がかなり良かったですね。またスマホから操作できるのは便利といった声も多かったように感じます。ネガティブな意見としては、HDMI ケーブルが付属されていなかったので、わざわざ電気屋さんまで買いに行ったとかなりカンカンなコメントがありました。まあ購入を考えている人は、まああらかじめ HDMI ケーブルの準備をしておいた方がいいかもですね。まだ HDMI 入力端子がなく 4K パススルーが非対応なので接続方式が限られるといった意見もありました。まあ確かに HDMI 入力端子が搭載されていないのは多少不便ではありますが、まあ最近ではブルーレイディスクを借りて見るような家庭は減ってきていて、まあ Netflix などのネット動画での映画の視聴が主流となってきているので、まあ純粋にテレビの音声をサウンドバーに出力するのであればほとんどの人が気にする部分ではないかなとは思います。続いて紹介するコスパ最強サウンドバーの2つ目がこちら、 JBL のバー 5.0 マルチビームです。まあ、価格 .com での評価は星 3.73、 価格は 19,729円からとなっています。サイズは幅 709mm、 高さ 58mm、 奥行き 101mm、 チャンネル数は 5.0 チャンネル、実用最大出力は 250W、 HDMI 端子に関しては EARC に対応した出力端子が1つと入力端子も1つ搭載、 4K HDR パススルーについてもしっかりと対応しています。そんなバー 5.0 マルチビームのおすすめポイントの1つ目は、低価格なのにもかかわらず 4K HDR パススルーと EARC に対応している点です。先ほどもちょこっと説明した通り、本機には HDMI 入力端子がしっかりと搭載しているので、PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなどの AV 機器から出力される音声を劣化なくサウンドバーから接続する方式。絵で言うとこのようにサウンドバーを経由する接続方式を取ることができます。ただ仮にサウンドバーが HDMI 入力端子を搭載していて、このような接続方式を取ったとしても、サウンドバー自体が 4K HDR パススルーというものに対応していないと、PlayStation 5等で出力した 4K 映像をテレビ側で映した時に画質が低下してしまうというデメリットがあるんですよね。その点本機にはその 4K HDR パススルーがしっかりと搭載されているので、サウンドバーを経由する接続方式をとっても画質を劣化せず、そのまま 4K 映像を楽しむことができるわけです。また先ほど紹介したヤマハの SR-B20A では ARC のみに対応でしたが、本機では最新のオーディオ伝送機能 EARC にもしっかりと対応しているんですよね。まあ、従来の ARC では伝送帯域幅が最大 1Mbps なので、伝送できるオーディオ信号がテレビなどの標準的な音声データであるステレオ音声とドルビーデジタルや DTS、ACC といった圧縮されたサラウンドのみに限られてしまうんですよね。一方 EARC では伝送帯域幅が最大 37Mbps まで拡張されたため、ドルビートゥルー HD や DTS-HD マスターオーディオなんかのロスレス音源のオーディオ信号も伝送可能です。ウルトラ HD ブルーレイの映画なんかではロスレス音源が収録されていることがほとんどですし、これからのネット動画配信サービスでもロスレス音源は普及してくると思うので、この ERC にしっかりと対応してくれているのはかなり嬉しいですね。おすすめポイントの2つ目はハイブリッドサラウンド技術搭載で本格的な立体音響を楽しめる点です。本機ではマルチビームといって壁からの跳ね返りを利用して、まるで後ろからも音が出ているかのような再現をしてくれるビームフォーミングスピーカーを2機搭載しています。それに加えて立体音響規格の一つでもあるドルビーアトモスにも対応しているため、この2つの技術のハイブリッド方式により音を前後左右そして上空からも感じられる立体音響空間を再現してくれるんです。特に壁からの跳ね返りを利用するマルチビームがかなり好評なんですけど、まあ、それに加えてこの価格帯では珍しくオートマチックマルチビームキャリブレーションという、まあ、自動補正機能も搭載されているんですよね。まあ、要するに壁までの距離を測定してマルチビームがしっかりと効いてくれるように補正するといった機能なんですけど、まあ、これによってユーザー側で複雑な設定や調整をする必要がなくなるので、まあ、その辺もかなりこだわってるなって思いますね。まあ、続いてのおすすめポイントは低価格なのに Wi-Fi 接続機能に対応している点です。本機では Bluetooth 接続に対応しているのはもちろん Wi-Fi 接続にも対応しているので、ホームネットワークに接続することで iPhone であれば AirPlay2、 Android 端末であれば
クロームキャストビルトインでハイレゾ対応の音楽を流すこともできるんです。まあこれ Bluetooth で接続するよりもはるかに音がいいんですよね。まあそれだけじゃなくて、例えば他にも Wi-Fi 接続対応のスピーカーを複数台設置すれば AirPlay 2や Chromecast ビルトインなんかで同じ音楽を一斉に流すことができますし、まあ家に Alexa や Google アシスタントがあれば声だけでサウンドバーの電源オンオフや音量調整などもできちゃうんですよね。まあ Wi-Fi 接続なんてそんなに使わないのっていう声もありそうですが、AirPlay 2に対応しているスピーカー自体少ないので、個人的には結構推したいポイントです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミではやはり立体音響がすごい、ドルビーアトムスのライブ映像なんかを見るとテレビのスピーカーには戻れないという声がかなり多かったですね。また AirPlay 2や Chromecast でスマホから簡単に音楽を出力できるのは便利といった声も割とありました。まあ、ネガティブな意見としては多少低音が強いといった意見もありましたが、まあそこら辺はイコライザーの調整等で対応できるかと思います。チャンネル数も 5.0 チャンネルでサブウーファーが搭載されていないんですけど、まあ低音担当のパッシブラジエーターが4機搭載されているみたいで、まあこれでもかなり低音が効くみたいですね。続いて紹介するコスパ最強のサウンドバー3つ目がこちら、レノンの DHC-S217 です。価格 .com での評価は星 4.23、 価格は 22,765 円からとなっています。サイズは幅 890mm、 高さ 67mm、 奥行き 120mm、 チャンネル数は 7.1 チャンネル、実用最大出力は非公開。 HDMI 端子に関しては EARC に対応した出力端子が1つと入力端子も1つ搭載、 4K HDR パススルーについてもしっかりと対応しています。この DHT-S217 のおすすめポイントの1つ目は本来の音を追求したピュアモードを選択できる点です。デノン独自のサウンドモードとしてピュアモードというものがあります。通常のサウンドバーでは HDMI から入力された音声信号はデコーダーで PCM 信号に変換され、サウンドモードに異なるイコライジングやアップミックス、バーチャルサラウンド処理を経てアンプに出力されます。まあ何のこっちゃわからない話をしましたが、まあ簡単に言うとテレビから送られてきた音声信号をごちゃごちゃにいじられたものがサウンドバーから出力されちゃうよっていうことですね。まあただこちら DHT-S217 に標準で搭載されているピュアモードではアップミックスやバーチャルサラウンド処理などのごちゃごちゃにしてくれる処理を通らず、まあ音声信号はそのままアンプに送られます。そのためテレビやレコーダーから出力された純粋な音を楽しむことができるというわけです。まさに AV アンプやハイファイコンポーネントを作り続けてきたデノンだからこそ実現できる唯一無二のサウンドモードなんですよね。続いてのおすすめポイントはドルビーアトモス対応の本格派サラウンドシステムを搭載している点です。本機のシステム構成は 2.1 チャンネルとなっていて、高音担当するツイーターや中音域を担当するミッドレンジドライバーの他に 75mm という大型のサブウーファーを、まあ、サウンドバーの背面に2機内蔵しているんですよね。そのため別立てのサブウーファーがないワンボディ型のサウンドバーでありながらも高音から低音まで幅広い音域を部屋中に響き渡らせてくれます。さらに本機では最新の立体音響規格ドルビーアトムスにも対応していて、部屋の後ろや天井にスピーカーを設置しなくても後方や頭上などあらゆる方向から音に包み込まれる立体音響体験が可能となっているんですよね。まあエントリーモデルでサブウーファーが内蔵されていることにも驚きですが、このような立体音響規格にもしっかりと対応しているのはさらに驚きですよね。まあこれ実際に僕もこちらの動画で実機レビューしてるんですけど、まあドルビーアトムスに対応した効果ってのは結構多くいくて、まあ足で砂を踏みしめる音とか雫の滴る音など、まあかなり明瞭にかつ耳元で聞こえるようになってるんですよね。まあこの価格帯でこの音響を提供できるのは本当素晴らしいと思います。続いてのおすすめポイントはあらゆる面での拡張性が高い点です。まあ本機では先ほども説明した HDMI 入力端子を搭載しているので、まあ PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなどの AV 機器から出力される音声を劣化なくサウンドバーから接続する方式、まあ絵で言うとこのようにサウンドバーを経由する接続方式を取ることもできますし、まあ 4K HDR パススルーにも対応しているので、 PlayStation 5等で出力した 4K 映像をテレビ側で映したい時にも画質の低下を防ぐこともできるんですよね。まあ、また本機には別売りのサブウーファーを増設するために必要な出力端子も搭載しているので、サウンドバー内蔵のデュアルサブウーファーだけでは重点音に満足できないなーって時にも追加で後付けすることもできちゃうんですよね。まあ、こういった部分も本当に親切でユーザー思いの設計だなって思います。価格 .com や Amazon なんかでの口コミではやはり
まあ、全体的にまとまった音質でマンション住まいにはちょうどいい、まあ、この価格帯でこれ一択と言っても過言ではないという声がありました。またサウンドバー自体のデザインを褒める声も結構ありましたね。まあ、ネガティブな意見としては思ったより立体音響を感じられないといったコメントが結構多いイメージでした。まあ、ただここは光デジタルでの接続の方と、まあ、HDMI での接続で、まあ、大きく意見が分かれていて、 HDMI 接続の方が圧倒的に立体音響を感じることができるみたいです。まあ、ですので本機の購入を検討されている方はお持ちのテレビに ARC もしくは EARC に対応した HDMI 端子が搭載されているかも確認しておくといいかもしれませんね。まあ、さて今回は全て3万円以下の超コスパ最強モデルを全部で3つ紹介してきました。低価格で少しでもテレビの音質を向上させたいって人の参考になりましたでしょうか。まあ、今回紹介した3製品については概要欄に購入先のリンク貼っておきましたので、詳細気になるよって方はそちらからチェックしてみてください。ガジェットジェットでは今後もこういった家電の最新情報だったりレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと考えていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方お願いします。また今回の動画がためになった、分かりやすかったと感じた方は高評価の方も忘れずにお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのユッケでした。